関ア味の刺身関ア味は、宝与海峡で漁獲され、大分県大分市の佐賀の関で水揚げされる味。関サバと共に水産品の高級ブランドとして知られている。宝与海峡は、瀬戸内海と太平洋の境界に位置し、関崎の沖合の高島の東に保護瀬と呼ばれる瀬があって、その海域は、九州と四国とが接近し海峡を成しているため、非常に海流が早く、 一年を通して餌となるプランクトン等が豊富にあることから保護瀬の周囲に本来は海遊魚であるサバアジが居ついているとされる。このせつき魚という定説は昔から付近の漁業者の間では知られていた。水温の変化が少なく潮流が早いためこの海域で生育するアジは皮膚がよく身が締まっている。また、せアジは頭が小さく 尾が発達した外観と金色がかった体色、腹部に入る線が特徴で、回遊することなく、方与海峡だけに住み着く独立した群れであると、されている。この海域は、波が高く海底の起伏が複雑で、漁網を使った漁に適さないため、伝統的に一本釣りが行われてきた。また、重さを測ることなく水面の魚を見て、大きさや重さを判断する。 面外で売買され、出荷に際しては、生け締めが施される。このような取り扱いにより、赤味は魚にストレスがかからず、魚体に傷がつきにくいため、鮮度が落ちにくいという特徴も有している。このように大型で鮮度が高いため、赤味は刺身として食されることが多い。旬は3から10月で、刺身が微味とされる。 高級ブランドとしての認知が高まるにつれ、関味、赤サバの偽物が出回るようになった。このため、佐賀の関町漁協では、関味、赤サバの商標を出願し、1996年に水産品として全国初となる商標登録が認められた。そして、出荷する関味、赤サバの尾に一匹ずつタグシールをつけ、関味、缶サバ、 料理を提供している全国の料理店には特約加盟店の看板を掲示する等、ブランドの保護、育成に努めている。また、2006年10月には地域団体商標の第一弾として赤味が登録されている。文後水道の対岸にある愛媛県佐岬で採れ、岬漁港に直送される味は、岬味と呼ばれ、岬漁業共同組合が商標登録している。 缶味と、三崎味は、魚自体は同じものだが、麺がや、かつけじめといった取り扱いの厳格な管理と、相まって品質が高く評価され、全国的にブランドが浸透している、赤味に比べ、三崎味は安価で取引される。大分市、食べる、赤味、缶サバ、ありがとうございます。